おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。今日はね、神絵師まるまる森明ちゃんのお誕生日イラストを描いた時のメイキングを動画化してみようと思い、今、録音を始めました。最近森明ちゃんが推してるキャラクターが、ツイステッドワンダーランドっていうディズニーのゲームのキャラクターのリドルローズハートくんっていう子を推してるので、その子をね、描こうかなと思って、今回もアイビスペイントを使って指で描かせていただきました。でね、今日8月24日は、なんと、このリドルローズハートくんのお誕生日ということで、タイミングもいいんで、今日動画出そうっていう感じになりました。いや、リドルくんも、森明も、お誕生日おめでとうございます。まるまる森明ちゃんって何者だっていう人が、万が一いたとしたら大変なので、ちょっと説明するんですけど、森明ちゃんはね、私の、もう、どんぐらいになるんだろう、結構長い付き合いなんですけど、7年ぐらい ?7 年ぐらいになるお友達です。めちゃめちゃ可愛いイラスト描く子で、もう最近はね、プロのイラストレーターとしていろんなお仕事で大活躍されています。その、第五人格とかっていうゲームの公式絵師とかやってるんで、もうマジです、もうすごい子です。もうめちゃめちゃ尊敬してます。なんで、まあプロのイラストレーターに、ねえ、素人がイラストを送るもんじゃねえだろうとか思うかもしれないけど、もうね、愛情たっぷりで書き込んでおりますので、まあ、少しでも喜んでもらえたら嬉しいなと思いながら私は書いております。実際めちゃめちゃ喜んでもらえたんで、私もめちゃめちゃ嬉しいです。東京に出てきてからちょっと疲れちゃったなと思った時とかに、もう、いつでも泊まりにおいでとかって言ってくれる、もう、超心優しい子なんですよ。大好き公開告白。こうやってね、支えてくれる友人がいるからこそ、ひなぴよは成り立っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。出会ってくれてありがとう。生まれてきてくれてありがとう。完全に指針でした。さよなら。